はい、おはようございます。シャシ君です。よろしくお願いします。では今回久しぶりにルビサファーやっていきます。ポケモン1匹縛りプレイ、今回はねキモリですね。でやっていきましょうかね。水五郎、もう名前も覚えてないな水五郎とあちゃんもやったので、今回御三家最後と。キモリね、草タイプどうですかね。最近草タイプ多くね。まあ行きましょう。はい、ということで御三家選ぶとこから、ウマウオ、ヒヨコ、森とかいうポケモンね。キモリ行きましょう。キモリなー、まあルビサファーから俺はあのポケモン触れなかったのであれですが、ルビサファーが出るってなった時睨みつける、はたく、相手2レベか。まあやっぱポケモンの御三家ぐらいはさ、なんか何かしらでまあ出たじゃないですか、画像が。まあその時にキモリはないなーって思ってましたねあのビジュアル的にね、ビジュ的に使わねえんだろうなーって思ってたけど、まあ一回ライブ配信でね俺やったんですよね、キモリ途中まで。なんか途中でやめちゃったと思うんだけど、あっやばい、ずっと B をしてたら名前をつけるのを忘れてしまった。まあ名前付け直してはるか戦から行こうかな。はい、ということでね、この謎の町ことキタウンからはるか戦行きましょうか。あのことキタウンってマジ謎だよな。一番最初の町の名前、忘れたけど、上にすぐ行ったらあるもんな。あ、ときわジムみたいなもんか。ときわジムじゃない、ときわタウンか。で、ときわジムあるもんな。いる、あの町。あの、実際にモチーフになった場所あるんだとしたら申し訳ない。あちゃんも可愛いな。やっぱ御三家の進化してないやつなかったら、あちゃもが一番可愛いかな。あ、俺、ひよこ飼ってたしな。やっぱ多少愛着はあるよね。とかダメージでかいな、ちょっと。4。まあ、うわぁ安定。あれ、3世代目の急所率も一緒かな。6% だっけ。まあ、6. 何パー。いきなり引くんだよな。今日も引いちゃおっかな。今、あれだな。ロト7が27億とかになってたから当てちゃおっかな。あ、吸い取る。あ、いいね。6レベルで吸い取るっていいな。他のやつらはもう覚えたっけ、アワヒノコ。まあルビサファはさ、俺やってなかったのもあってちょっとまあ敬遠というかね、あんまりやってないんですけど、動画で、まあ動画でっていうか普段もやってないけど、まあやりやすいはやりやすいよね、難易度的には。まあ四天王だけ強いけど。はい、ということで、あ、図鑑見とこうかね。はい、キモリ、森とかいうポケモン。50センチ。ああ、まあまあまあ。うん。まあ、でかいね。まあまあ。5キロね。沈着な冷静。え？沈着冷静か。冷静沈着。なんで沈着冷静なの？冷静沈着じゃない。ああ、まあいいや。沈着って、まあまあいいか。何事にも動じない。へえ、俺みたい。体の大きなポケモンに睨まれても一歩も引かずに睨み返すぞ。大丈夫か、小物感あるけど。能力というかあれか、性格とあれを見るか。特性。はい。心力ね。夢特性っていうのあんのかな、この時代にも。まあ、わかんないけど。心力ね、忘れちゃうんだよね。うん、まあ、うまく使いたいっすよね。陽気な性格。まあ、俺とは真反対でしたね。5レベルの時に101番ドルだった。容器がわからん。調べよう。はい。ということで、素早さ上がって、特攻下がるみたいな感じだったけど、これ良くなくない？多分。多分良くないよね、これ。特攻、なんか種族値、まあ、キモリしか見てないけど、パッと見特攻の方が高いんだけど、全然。攻撃より。しかも、もともと素早さ高いっぽいから、あんまりあれですね。良くない気がするけど、名前付け忘れちゃったやつの方が強かったんじゃないの？
まあしょうがないね。まあこのまま行きましょうか。まあこれのせいで最終的にどうなるかね、まあわかりませんが、あれ3世代目はまだあれだよね、属性で特攻特物理特殊だもんね。ジグザグマ強えな。なんかまあだいぶ久しぶりということでね、またあんま覚えてないんですが、まあまあまあなんとかなるでしょう。道がね覚えらんない。あ、てかちゃんと見なかったな。まあ別にね、性格を補って余りある個体値を引いていればいいだけなんで。あ、こいつと、まあいっか。レベルはまあまあ上げていきたいですね。アーチャマの時結局どうだったんだっけな、覚えてないな。だいぶ2ヶ月ぐらい空いちゃったかな。新一の剣無双行きましょう。キモメンね、名前。まあ悪いんですけど、キモリっていう名前からそれしかね、発想できなかった。ごめん。ごめん、キモリ。びっくりマークだけつけてね、なんとかごまかしているんですけど、キモリ好きな方にも申し訳ない。え、キモリって実際人気あったんですか？まあ別に容姿で、あ、待って。ああ、いや、どうなんだ。別に低くは見えないけど、あんまり。まあ、容姿でね、ポケモンを選ぶタイプじゃない人もいると思うんですが、これはどうしても容姿気になっちゃうんですよね。うん。まあ、うん、そうね。これでも進化したらかっこいいんだよな。この2進化目はかっこいいんだよな。3進化目はあんま覚えてないけど。この辺経験値うまいんだよな。負けてしまった。64円ね、ゴミみたいな金だ。ひどいこと言っちゃう。でも今はさあ、なんか話しちゃった。もういいや、話しちゃったから続けるけど、まあ、回復しながらこいつ捕まえときましょうかね。今65円で昔より買えるものは減っているんじゃないか。駄菓子の値段は全然変わんないけどさ、大きさめっちゃ縮んでるもんね。冷静に考えるとなんか残酷な世の中になってしまっているな。まあ、残酷ではないのか。稼ぎたい人は稼ぎやすい世の中になっているのか。まあわからないけど、該当してないんでね。はい、ということで秘伝要因ね、なんか珍しく変なとこ映しちゃったね。おい、トレーナーじゃねえのかい。くしゃみだけかけられた。汚ねえな。くしゃみはな、どんなに美人にやられても結構かけられたらやだな。イサムさん、ポチエナね。これポチエナも、いや、タイプわかんねえ。悪かな。そうなんだよな。まただな。もう覚えてないな。でも一番最初にやった時よりはさすがにちょっと覚えてるから許してくださいね。でもそりゃそうだよな、初代とかすらちゃんと覚えてないんだから。幼少期にやってないこんな金ルビサファなんかね、覚えてるわけがない。攻撃が上がった。いや、これさ本当あれよね。まあでもにらみつけるとかとそう変わらんけど、序盤から攻撃上げる技って超強いよな。あ、すば、やばくない。確かに入れ替えになってる。あー、す、まあ、やばくはないけど、ちょっとだるいぞ。あ、でも3レベルか。倒しちゃおう。よくないなぁ。いきなり抜群。あ、結構食らうね。7。そっか、飛行があれか。でもなんとなく序盤の方はさ、初代とジムの感じ似てるから。あ、そうでもねえか。2個目ですでに違うか。まあ、最初が岩タイプなんでね。ああ、まあ、トレーナーなんかと戦わないでどんどん進んでいってもいいかなとか思ってますけど。覚えさせられる技とか技マシンの位置は多少ね、覚えていると思うんで、なんとかなるかなって思ってるけど、リーフブレードだっけ？かなんかが強かったのだけちょっと覚えてるな。でも何せ、ちょっと性格ちょっとあれだ。ストーリーでさ、素早さ上がる性格ってあんまいらんよね。どうせ勝てるもんね、多少素早さ、種族値下がければね。
ちょっと損した気は、急所ね。無駄急所。次覚える技なんだろうな。あ、入れ替え直さないとね。ジグザグマ好きね。こいつはコラッタ的役割なのかな。コラッタよりは圧倒的に可愛いけど。目はちょっと冴え込みあるけどな。あ、11レベルで電光石火ですね。あ、でも16で追い打ち覚えるな。21ヤナオと、あれ？あ、進化すると覚える技変わるタイプか、これ。16じゃないか。26でメガドレイン。31高速移動。高速出た、この素早さ高いやつが。え、高くないのかな？進化先の、このミニスカートかわいい。うん。64円。さっきの小学生よりくれるお金少ないんですけど。まあ女性は美容代にお金がかかるって言うもんね。しょうがない。はい、みつるくんのね、残念なチュートリアルは飛ばして次行きましょうか。話聞かなくても余裕っしょって思って、あんま話聞かないで突っ込んできてるけど大丈夫かな。このなんとかの実もね、正直何か本当にまた忘れた。モモンの実ね。ガッシュのパンツミルコですね。エリートトレーナー戦おっかな。この回復の薬をふんだんに使ってくる謎のトレーナーね。序盤から。ずるいよね。これなんで本当貢ぐか。あ、お坊ちゃまか。あ、お坊ちゃまか。エリートトレーナーじゃないんだ。なんだ、そういうことか。これずっとエリートトレーナーと勘違いしてたな。体力を吸い取った。簡単ですけどね。ジグザグマの物拾いでね、不思議な飴を旅が終わるまでに30個ぐらい拾ってきてほしいよね。これレベル上がるとさ、あれだっけ、いいもの拾う確率上がるんでしたっけ。あ、使ってこない、あれ、まあわかんないけど、なんか使ってきた気がしたんだけどな。どうして勝てないんだ。うん、これは弱いポケモンを一匹しか連れてないからだよ。はい、そしたら、確か種マシンガンあるよね、この辺に。ポレンの実ね。何かわかりませんが。こいつか？うん。口の中に種をいっぱい入れて、それをプププーと飛び出すのが好き。お前もこれをやるから使えよ。あ、なんだ、ポケ、主人公に使わせようとしてんのかと思った。種マシンガンって。ネマシンガンって口から出してるんですか？めちゃくちゃ汚ねえじゃん。とりあえず覚えさせようか。よーし。いや、ここの種マシンガンってさ、今ジグザグマ覚えなかったんだけど、他に何のために使い道あんの？あ、キノココってやつか。キノココか。レイカさん、お上品ですね。私を紐にしてくれませんか？種マシンガン。ちょっと俺初めて見たかも。出てる位置やばくね？へそから出てる。しかも、種マシンガン、マシンガンを3回撃つんだ。すごいね。これだって、もう10発ぐらいじゃん。10発ぐらいを3回出すってこと？あ、2回というか、複数回。マックス5回まで出すからマシンガンって名乗ってるかと思ってたわ。1400円。こんな序盤にこんな金くれるやついるんだ。いいね。ちょっともうトレーナーいいな。いらないね。叩かなくていいね。こいつ出会っちゃう。あ、出会わないね。よーし。あ、こいつ倒してもいいけど、まあ。か。もうささっとね。次、岩タイプのジムだもんね。金積み。ちゃちゃっと倒して、次進みましょうよ。はい。はい。じゃあ、金積みジムね。まあ、レベル上げていきましょうか。ジムトレーナーを舐めるなよ。実力の違い見せてやる。ジムトレーナーで生きがってる。ジム取り、いや、もう、生きがる年か。うん、そうね。まあでも確かにな。いや、でも実際、ポケモンって育てるのどんぐらい大変なんだろうね。くらえ。この明らかに陰部から出ている金マシンガン。力出すって言ってたのに。モメンの種マシンガン。種マシンガンか。冷静に考えると結構、だいぶ卑猥だな。出てる位置もあれだしね。モメンの、キモメンタルゆえんみたいになっちゃうけど、
あ、この辺は、あ、出た、これ、そうか、初手が強いんだよね、なんか、3世代目から。これまあ、でも、ポケモンをプレイする上では、まあ、強いのから出した方がいいよね、普通には、考えたら。強いポケモンでね、まあ、状態異常とかね、ダメージちょっとでも与えれば、ちょっとレベル低いやつでも倒せるもんね。あんまわかんないけど。ポケモンバトルについて。僕らが出るとかないと、中段には絶対かなわないよ。僕は何なんだ、子供をメインで使ってんのかな。リムリーダーもカツオ。リムリーダーも子供だもん。行きましょう。ここの種マシンガン、種マシンガン救済措置なんかな。まあ、確かにあそこの森で、キノコを捕まえて種マシンガンを覚えさせれば、このジムちょろいもんね。アチャムを取ってしまった時にあれかな、救済するためなのかな。まあ確かにな、初代の時はトカゲ選んじゃったら残酷だもんね。まあ冷静にやればそうでもないんだけど、行こう。そのピンクのタイツみたいのだけは苦手です。富士さんね、この石つぶて、この石つぶての絵結構好きなんだよ。プロレスラー見ないですか。プロレスすげえ好きとかではないんですけど、2回当たった。ノーズパスは岩炭だっけ。いやレベルめっちゃ上がるな、1個目のジムぞ。まあでも初代でもあれか、3番道路で進化するもんね。これ種マシンガン5発で終わらしちゃっていいよ。はい、あ、終わんないね。あの急所出せばいける。まあ、しっかり、うん、なるほどね、やるじゃん。あ、思ったより受ける、どうしよう。強い。いやでも関係ない。うわ早いな、傷薬が。だとしたら俺吸い取るだったな。いやでもここで5回出せばいいだけの話でしょ。3回以上出したら、あ、オッケーオッケーオッケー、これで次勝てる。あ、でも傷薬2回使ってきた気がするんだよな。5回やれ急所。あ、クソだ。いやでもこれ次、いやでも待って、いや、いいえ、うん、クソったれ。いやこれがさ、俺これが3世代目からちょっとむずいなって思ってんだよね。序盤からゴリゴリアイテム使ってくるもんね。まあ、人のこと言えないんだけど。あ、終わっちゃった。3回ね。まあ、お疲れって感じで。あ、先生、なんで？速さ下がっても。あ、急所今じゃねー。あんだけ攻撃を重ねて、今一番いらないとこで急所出したけど。あんなに種マシンガンやったのに、あの一番いらないタイミングで出さないでよ。この前に1回でも出してたら、もう1前のターンに勝ってたのに。ま、やりましたね。俺もう2つ目のジムから何か忘れちゃった。なんだっけ、これ飛行のジムとかあったけど、氷大丈夫かな。まあ次のジム、あ、格闘か。まあ分かんねえや、行きますかね。はい、金シダトンネルね。まあここまあ別にいいかなって思ったんですけど、もう多分進化するんでね。行きましょうか。金足だね。金足だシティなんてあったっけ。赤田の下っ端。ポチエナ。あ、微妙だな。微妙に進化しねえかも。アニメーション飛ばしちゃったな。途中のトレーナーがね、戦ったらダリーなーって思ったんだけど、全員避けちゃったんで。意味なかったね。あ、急所。急所よう出るの。レベル上がってくれ。移した意味がなくなる。はい。はい、進化ですね。で、追い打ち覚えるのか。防御ゼロ。追い打ちね。まあ、一応覚えとこうか。いや、これ、吸い取ると種マシンガンどっちよ。いや、まあ、吸い取るいらんか。睨みつけるでもいいっちゃいいけどね。まあ、吸い取るのおかげで、助かるパターンもあるような気がするんですが。まあ、いいね。アイテム使えばいいしな。行こう、キモメン。イケメンになろう。最終進化はイケメンですか。ジュプトルだっけ、ジュカインか。ジュプトル、これ
ジュプトルってラプトルみたいなこと？はい、恐竜か。かっこいいよね、これ結構。ジュプトルね。図鑑見とこうか。連続切り覚えんの？え？追い打ち覚えたばっかなんですけど。難しい、難しい。じゃあ、睨みつけるいいな。強いな。あ、そっか。なんかさ、俺、初代とか、金銀ばっかやってるから、進化前が覚えるのがね、すべてだと思ってしまうからな。はい。図鑑は、森トカゲ、ポケモン。あれ？なんだったっけ？あ、森トカゲポケモンか。一緒か。0.9 センチ、重さ、めっちゃ増えたな。なかなかの成長。枝から枝へ身軽に飛び回る、どんな素早いポケモンも森の中でジュプトルを捕まえることは不可能だ。どんなでかいポケモンにも睨みつけてた子がもう逃げ戦になったのかな。はい。あとやっぱ進化すると全然違うんだね。メガトレイン覚えなくなっちゃうんだ。待ってもよかったけどな。まあでも進化させた方が早いもんね。そしたら次どこ行くか全然忘れちゃったんですが、まあ次のジムね、行きたいと思います。はい。はい。そしたら、室ジムね、行きましょうか。格闘でしたね。格闘ジムか。どうなんだろう。まあでもあれか、ビルドアップがやばいやつだよね。せっかく連続切り覚えたのに、ああ、でもこれ連続切り使えるな。アサナンテ、エスパー。エスパー格闘ね。エスパーだけかと思っちゃったね、今。まあ、だとしたら、別に種マシンガンでいいな。無理やりね、追い打ちで遠吠えを、まあ、連続切りでよかったけどな、最初からやんなら。これやっぱちょっとな、まだあんま強くないな、キモメン。てか、キモいな、結構。首、なんかあんまかっこよくないぞ。なんか、見切りね。ただ、時間を伸ばすだけの技ね、ストーリー上では。見切りはな、一応覚えるけど、キモメンもどうしよっかな。あと、嫌な音覚えるのもどうしよっかなーって悩んでますね。素早さ4ね。あー、だからなんか強いのか弱いのかわかんないな、あんま。美里さん。俺の小学校の時の初恋の相手の名前。いや、別にエヴァの、エヴァとかじゃないよ。まあ、エヴァの中では美里さん好きだけどね。ジムリーダーこっちですよね、確か。大丈夫かな？いや、なんか負ける気がするんだけど、普通に。陶器ね。これ、いっそ連続切りの方がいいのかな？いっそ連続切りしてしまった方が強いような気がするんだけど。陶器さん、ワンリキね。17レベか。17レベのワンリキか。まあ、種マシンガンでいいか。はい。あーっと、思ったより与えないな。こいつ、あとアイテム何使っていくんだろう。ビルドアップする上にいい傷薬とか使われた日にはちょっときついな。お、5回。幸先よし。5回をもう1回出せばいいだけ。あ、空手チョップね。うわ救助じゃない。でも俺、オレンの身を持たしてるんでね。俺も持ち物について、詳しくなってきたでしょ。まあ、説明文書いてあるんであれですけど。4回いっちゃえ。あーん。優勝で負けるのでは？え、これ勝てない、勝てない。いきなり勝てない。どうしよう。はい。負けてから、寝落ちしましたね。でも、2日後です。行きましょう。もうな、全然覚えてないな。まあ、負けたのしか覚えてない。種マシンガン、連続ゲーム、あ、でも違うわ。今一つか。まあ、種マシンガンで、ね、頑張るしかないか。もはやアニメーションも飛ばしたれてるな。3回当たった。睨みつけるもよくねえな。ビルドアップで負けたのか。いや、この室か。室ジムってさ、飛ばしてもいいよ。よくない！ほら、強すぎるって。強すぎんだよな、ここ。あ、いい傷薬ね。これ、こっち回復しても勝てねえもんな。あ、でも、カイナに、そう、先に、あ、そう、レベル上がれたのは覚えてるわ。か、いいな。先にカイナに行ってね、海の家でサイコソーダを取ってきたんですよ。
これでいけるかなとか思ったんですが、どうですかね。前回何レベルで戦ったかとかも覚えてないですが、見事にクソ雑魚を振るあただもんな。特に何もできることがないよね。ほら無理だってこれ。ここのジムさ、ちょっと強すぎると思うんだけど俺。そせ、まあ飛行タイプいれば別に大したことないか。でもここで負けなきゃ、あ、負けない、いける、あ、いける。息の崩れこなかった。あ、いけました。なんだよ、簡単だった。いやでもここのジムはね俺強えと思うんだよな普通に。なんか前回も負けた気がするし、あちゃんもかな、わかんない、興味か、水五郎の時ね。やっぱビルドアップなー、強えよな。まあ複数ポケモンいたらあれか。まあ普通スバメ連れてくるんだろうな。バザマシン08ね、のしかかりですか、ビルドアップ。これなんでワザマシンってさ、世代ごとで変わっちゃうんだろうね。別に一緒でよくない。あ、でもあれか、そもそも覚えさせられなくなってんのか。そしたら次カイナに行くのかな多分。まあとりあえず行く。はい、ということで海の博物館ね。ここで今回はサファイア、あら前回どっちやったっけな、覚えてないけど、アクア団との勝負ですね。あ、俺なんかでもなんか最近マグマ団と戦ってたイメージあるな。アクア団ですね、キバニア。あ、アクア団だと俺ちょっと簡単になっちゃうか、ミスったね。あ、でも関係ねえか、あ、関係あるか。マグマ団だと、あ、そっか。ごめんなさい、なんか俺これ狙ってないからね。別にキモリだからアクア団になるようにやってないよ。いつもの俺を知っているなら分かってくれるはず。なんかぬるゲーになってしまったなぁ。あー、そっか、ミスったな。まあしょうがないね。ズバッとかい、アクア要素全然ねえけど、やる技ないな。これあれか、でも、あ、吸血うざいな。追い打ちいらねえなとか一瞬思ったけど、ゴーストタイプに対抗策ないもんね今のところ。いやだから今後もないな。ゴーストタイプか、ゴーストタイプやばいな。覚える技にも穴を掘るためだもんね、冬あるから。あ、飛行タイプ当たるんだっけ。じゃあツバメ返しいけるな。あー、いやこの3世代目はさ、特に俺どこでどのトレーナーが何を出すか全然覚えてないので、まあ、四天王とジムリーダーぐらいだったらさっとね、わかるんだけど。あ、青霧ね。東京グールですね。さっき下の階に可愛い女の人いたんだけど、可愛い女のアクア団いたけど、その人とは戦えなかったわ。ちょっと押さないでよって話しかけたら言われたんだけど、主人公はこの年でセクハラをしたようですね。はい。で、110番道路。こっちで合ってるんだっけ。ちゃんとね、クスノキじゃねえな。なんだっけ、クスノキ博士になんか荷物を受けた後話聞いてなかったから、わかんなくなっちゃったライバルでしたね、ここで。うん。上で合ってんのか。私ポケモン強くなったんだ、だからちょっと勝負しようよと。これどうしようか。若者も、あーでも若者も火と格闘か、連続切り効かんのか、ここ。やばいな。連続切りを最大まで貯めればいけるんじゃねって思ったけど、無理だね。種マシンガンね。はるかに俺の玉、玉じゃないな。種マシンガン食らわしてやってもいいけど。ああ、1回、3回か。よくないな。全然転がってる感じじゃないけどな、今の。いや、これどう考えても勝てねえな。そっか、急所ね。22レベルで勝てんのかな。23で嫌な音を覚えるから、それ覚えればいけそうだな。若者もか。いや、だって、電光石火しかやることないよ。あー、いや、気合ダメね。いけんじゃねえか、これ。
俺最高ソーダ持ってるしな。うわやったあ、キノコしかない。え、じゃあいけんじゃない。51、うー、26、あー、いけるぞ。最大ダメージの半分以下ならいける。でも急所に当たったら負けてしまうという最悪な状態ですね。はい、いや次も微妙だな。微妙ですね。負けだー。はい、まあまあギリ、うん、まあどうだろうな。ギリいけそうだったんでもう一回いくか。でもレベル上がりそうですね。なんか野生と出会って経験値入りましたが、はい、ここをスムーズに倒してほしかったな。転がるだよね。あ、この転がるが良くねえのか。これで2発耐えないんだもんね。あー、今じゃないのよね。あ、でもこれでレベル上がるか。上がって嫌な音どうするかよね。いや、嫌な音どう？冷静に考えよう。冷静に考えて嫌な音やめました。いや、まあいるかなとも思ったんだけど、まあ、追い打ちないと多分悪タイプ無理だもんね。ほぼほぼ無理よね。まあ、使えそうな技が、まあ、ツバメ返しぐらいなので、まあ、あと特殊の方が高いからね、どうしても。うわぁ、やけど。やけどはちょっと良くないな。いや、でも俺、回復の薬あるんだよな。この拾いで拾ってくれたやつある。よし、ヒノコね。ああ、まあ、20。うわぁ、ひどい！ひどいわ、キンモ！いや、キモすぎ、これは。つまんねえ。よいしょ。なんだよ。え、10% じゃねえの、ヒノコって。この女な。しかも街からちょっと離れてるとこがだるいんだよな、この女。嫌いだわ、なんか。俺の知ってる初代のライバルはみんな近くにいてくれたのに、街から。草むらもそんなないし、町から遠いし、草むらもあるから非常にだるいよ。倒して、もうやった。え、やってない。え、なんか6回やってない？ 5 回これやりましたね。あー、身も出すの忘れた。うん、まあいいか。頼みますよ。例えばさ、あれ、ジュプトルに、ジュプトルじゃねえわ、え、ジュプトルか、ジュプトルになって岩石封じ覚えさせられるようになったから、あ、これ抜群でいけんじゃんって思って覚えさせようと思ったんですけど、やつにね、格闘タイプがあるの忘れてました。なんだよって思って、二度蹴り、あ、出た、この決めに来る時だけ違う技してくるこの謎仕様ね、ルビサファの。ありがたい、これで勝てる。いや、微妙だぞ。あー、いけるぞ。次、急所じゃなきゃ勝てるぞ。振りじゃないぞ。フラグじゃないぞ。頼んます。これ急所か、俺連打して飛ばしてんのか。はあ、いやー、あの気合ダメが絶妙にうざいな。いや、これもしかして追い打ちの方が与えるか。そっか、追い打ちも電光石火と威力一緒だもんね。試してなかったな。特攻の方が、肝面は特攻の方が高いはずだから、まあ、相手の特防次第ですが、追い打ちの方がいいかも。ちょっと追い打ち試してみます。てか、それぐらいしかやれることないのよね。とりあえずいいよ。何せ3発で倒してほしいんだよな。あー、レベルまだ上がんないか。バカ者もね。はい、くらえ。どう？あ、すいませんでした。格闘入ってるもんね。格闘だもんね。そうだったな。格闘、悪タイプが、うわ。はい。一回急所に当たり、はい。俺は粘りますよ。やめてね。急所じゃなきゃいいだけ。よし。キノコね、オッケー。耐えろよ。よし、オッケー。いけるぞ。いけるぞ。うん。いや、次いけるのか、これ。あー、いや、急所じゃねえんかい。勝てないな。
はい。クソビッチが。こんな、あんな足出してる女はビッチなんだから。まあ別に好きですけどね、ビッチ。ビッチってそもそもどういう意味なんだ？よくわからないな。褒め言葉みたいに使ってしまった気がする、今。あ、跳ねる！褒めたから跳ねてくれました。なんだこいつ。跳ねてんなー。嬉しい。ありがとう。2回やめろよ。おーい。跳ねろ。結局一緒じゃん。変わらぬ日常って感じ。結局転がる一発しか当てないから、最初跳ねてくれただけじゃん。まあ大丈夫大丈夫。レベルが上がるんでね。はい、24と。まあそうね。まあ、性格も覚えてないな。素早さ上がって、特攻下がるんだっけ。まあ、まあまあ。これ本当に連続切りの方がいいのでは？ワンチャン。平気でいけないかな。うわっ！あー！ムカつきすぎるな、これは。ふざけんなよ。やけど、何回なんだ。いやー、ちょっとムカつくなー。この女。そう女が。よし、まあ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 。種マシンガン3発でね、あ、4発か。で、確実に落とすようになってるはずなんで。行きましょうね。これ以上はちょっと耐えられないなー。そもそも、やけどで攻撃力落ちるってなんだ？やけどしてる手で攻撃するとこっちも痛いから的なこと？あと、やけどの継続ダメージってどういうことだ？別に。ないだろ、別に。俺、すげえ結構、まあまあな、やけどしたこと、過去の何回かありますけど。まあでも、確かに、あれか。ずっとズキズキ痛えな。一回さ、すげえアホな火傷したことあって、あれちょっと危ないな。あー、セーフ。いける。いらないな、この身。何の意味もないね。まあ、いい傷薬でいけるか。プリンのさ、キャラメルを作ってたんです。まあ、あの、デザートであったので。危ない！いける！よし！回復じゃない。回復してこない。嬉しい。そんで、いつも決まった量があったんだけどさ。なんだっけ、最初、ちょっと怖いな。あれ、なんか作り方忘れちゃったな。あいつ、わかんない。わかんないな。追い打ちでいいか。あの、砂糖を熱して溶かしていく。して、その後水入れるんだっけな。で、水入れるときめちゃくちゃ跳ねるんですけど、なんかもうその日プリンの仕込みが多すぎてさ、もうめんどくせえなーって思って、いつもの倍の量をやったんです。ほんで、まあ普通にマグマのようにね、砂糖がなるんですけど、ここに水を垂らした瞬間に、そう、爆発しちゃって、砂糖が。な、クソ熱された、砂糖がね、どんぐらいだろうな。自分の腰の位置ぐらいにある真空から、俺の頭の上ぐらいまでバーンってなったんで、まあ、なかなか跳ねたんですけど、それがね、思いっきり人差し指にくっついちゃったんですよ。熱した砂糖が。で、まあ、急いで、まあ、洗い流したんですけど、なんかね、2段階ぐらいえぐれてたんだよね。うん。なんか多分もう1段階行ったら骨見えるんじゃねえぐらいまで指がとろけてましたね。あれやばかったな。すげえ痛かった。はい、そしたら、ここどこ？元気しとうやー。はい。近接ね。近接タイプね。近接タイプじゃない。近接ジムね。電気タイプか。まあ、電気タイプだったら大丈夫ですね。まあ、連続切りが活躍してくれるかな、ここでは。いや、活躍しないような相手だな。朝なんね。なんでここ朝なん？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 エスパー格闘。等倍。うん。ちょっと難しいな。
ただでさえ俺の、わあ、身を守ったのか、そっか。わからないタイプが、俺の知らない複合タイプがいっぱいでわかりづらい。2回。我慢ね。我慢してくんのか、どうしよう。え、我慢やばいんだけど。あ、でも我慢ちげえな。これ種マシンガン。我慢は、3世代目どうなってんだろう、知りたいな。これ一発目のダメージだけだと思うんだよね。我慢で帰ってくるの。だから実質、うん、のはず。2世代目まではそうだった。はい。あ、倒しました。わかんない。知ってる人いたら教えてください。いや、2世代目までは、複数回攻撃するタイプの技だと最初の一発目しかね、倍返しされなかったので、これで乗り越えられるはずだったんだけど。今回は3世代目から変わってるかな。テッセンさんに期待だ、この俺がそうかない負けらずかね。あ、まあね。テッセンが何使ってくるか全然覚えてないな。ボイルとかいたら結構めんどくせえな。自分に酔いしれてますね。あ、そういえば指とろけた話してたな。あと、指を切り落としそうになった話もあるけど、それは今度しようかな。うん。左の薬指がパックマンみたいになったんだよね。パカパカして、中なんか脂肪みたいなブジュブジュって白いのも出てきたんだよ。めちゃくちゃ痛かったのは嘘だな。血は凄まじくて、神経切れちゃったから、痛みは感じなかったんだけど。懐かしい。種マシンガンね。あれ、最初あいつ何やってきた？これでも、鉄線、電気技、今一つだから何してくんだろうね。3回。ソニックブームだいぶかっこいいな。ちょん切れちゃいそうな感じだけど。あと、今回もメザパよな。メザパで、いや、炎タイプに対してやれる技があんまないのか。あ、でも、岩石封じありだよな。岩石封じか。岩石封じだったらさ、一応、氷タイプにもいけるし、ドラゴンタイプも大体飛行ついてるからいけそうだけどな。ありなんじゃないか。取っとくか。あと、目ざっぱ次第ですね。今回も楽しみだな。あー、なんか調子いい。でもアニメーションが長すぎて早くね、リーフブレード使いたいところですけどね。はい、26。29でね、リーフブレードだもんね。強えよな。命中100、威力70で急所に当たりやすいってめっちゃ強えんだよ。よし、じゃあ、テッセンさん行こうか。街を改造する計画は諦めたわしじゃが、どんな入りなの？この、イカれた、マッドサイエンティストってこと？この、今は、このジムの扉の仕掛けを作ることに打ち込んでおるのじゃ。ジムのこの程度の仕掛けしかできないのに街の改造しようとしてたの。うん。何とめな飼い犬が、わはは、これは面白い。あー、なるほど。この人、ちょっとおかしい人だったんだ。今まであんまり、あれだな、会話ちゃんと見なかったけど、なんか陽気なおじいさんかと思ったら結構イカれた思想の持ち主だったね。どうしよっかな。電気鋼、まあ、でも、連続切りでご利用していくっていうのもあれだと思うんだよな。まあ、まあ、いい、まあいい。これはいい。別に、電磁波以外ならいい。あー、待って、4ターンしか持たない。やられる前にやればいいだけ。急所ね。外せ！うわクソったれが。あるんじゃねえか。まあ、もうしょうがないな。あ、わっと、早ー早すぎる。はい、回復しては、超音波もある。いや、待って、こいつうざいな。超音波と電磁反応。やる技ないよな。はい、種マシンガンどんくらい与えんの？全然よね、多分。だからクソが。腹立つなー。これはさすがに。勝てないな。いや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 、多すぎだってば。ムカつくなぁ、普通に。やれよ、さすがにね。さすがに。よし。与えるダメージによっては続けてやろう。まあって感じだなぁ。いけそうっちゃいけそう。
よし、いやこれはもうね、麻痺とは共存していきます。ただ電磁波受けるだけなんでね、直したところで麻痺直しもそんなにないし。あーもう無理だ、何が共存だよ。あーやばって、これ強いぞこいつ。えはい、ということでね、どうしよっか。クラボの実持たせました。一個だけあったんでね。まあ、連続切りで言ってもいいんだけども、種マシンガンでね、ご利用してみましょうか。5発当てれば、まあまあ与えるでしょう。はい。3。いや、与えねえな、全然。いやー、クラボの実を持たせて連続切りが正解だったのではないか ?5 発でこれだもんな。ミスった説あるな。電磁波?電磁波だね。電磁波より超音波が果てしなくうざいんだよな。初手から電磁波だったら連続切りもどの道無理か。これ続けんの?いや、でももう5回出ちゃったから、防御も高いでしょ。追い打ちしとく?どう?はい。あ、でもあんま変わんないね。5回を祈り続けるぐらいだったら追い打ちしてた方がいいか。うわ、うぜえ。絶対麻痺混乱にしてくる。いや、なんでも直しとかないからさ、まだ。これ、打破できないんだけど。混乱がすぐ解けることを祈るぐらいしかやれることがないよ。あの、ソニックブームさっきより、多投してこないね。乗り越えていけ!投げキスが出た。投げキス出たな。まだ電気ショックだ。え、なんで?ソニックブームなくなった?やめろよ!さすがに。よし。腹立つなぁ。あ、溶けた、ナイス。よし、ナイス、オッケー。いいよ。クソ地道だけどいけそう。よし。あ、電気ショック。あ、電気ショック多め。最初の戦闘ではこんなことしてきてくんなかったんだけどな。うわー、これが腹立つ。乗り越えていけよ。俺ならやれる。わけわか多くねえか。まあ、いずれ勝てるけどね。これなら。これであれば。別に。おーいてー、ムカつくな。クソみてえな割り振りだな。さすがにな。いや、今何分のなんだろう。まあ、そんな悲鳴を上げるほどの差はないと思う。ここでわけわかでなければ。よし、オッケー。さすがにね。さすがの俺もね、そこでは引かないよね。絶望。絶望すぎだろ、こんなの。いや、ちょっと待って、いや、勝てねえな、これ。どうしよう、29まで上げてえな、もう。はい、ということで、回復された後、わー、電磁波使われたー。直しちゃったなー。もう巻き直しねえんじゃねえか、俺。ちょっとキモいわー。いや、キモいわ、こいつ、ほんと。マジクソつまんないんだけど、この。はぁ?いや、ていうかもう回復アイテム最高ソーダ1個しかない、残り。もう勝てない、多分、これ。これで負けたらもう無理だな。こいつ、レアコイルとかいたっけ?もしかして。いない?コイルの次、コイル、また。まあまあ無理だぞ。あ、ビリリ玉か、いけそう。ダメだ、麻痺直しがない。あと、傷薬が3つだけあった。あ、ダメージがないからいけるかもしれない、もしかしたら。最後の一体による。最後の一体、レアコイル、レアコイルの記憶あんな、俺。レアコイルだったらマジで無理だな。どうしよう。穴を掘るってまだ取れないっけ?化石マニアの家。あそこ、怪力必要だよね、多分。あ、岩砕きか。岩砕き必要だった気がするわ。あー、いやー、最後レアコイルだったらマジ無理だな。どうしよう。はい、ということで、今調べたら最後の手持ちレアコイルだったんで諦めました。ちょっとどうしよっかな。はい、ということでね、シゲタタウンから上行って穴を掘る取れねえのかなって思ったら、まあ、そもそも上行けない、あの道間違えてたしでね、レベル上がりました。リーフブレードね、これで与えるダメージによってはいける。かっこいいね。はい、あ、いけそうだね。これならいけるか。
や途中さ15レベルのコイル3体使ってくる人がいたんで連続切りでもまあいけそうだったんだけど、まあ麻痺になったらなんでだよ、どうしてなんだよ、どうしてなんだよ渋い地じゃないの、渋い地じゃないの、信じられないんだっけ、信じられないことが起きている、えうわすごいぞ、4連続しびれ、いやこれは記録を狙おう、もはや、はい、すげえなー、はい、あーさすがにね16分の1、6424、64分の1、256分の1か、まだまだだな、はい、麻痺直したらいい傷薬ね使われました、いやーそっかー、もう一回来ればなー、1024分の1だったら結構すごいのにな、残念でしたね、危ない、まあもうしびれないでしょう、この後急所で倒せも、はい、ナイス、なんか B を押してると急所に当たったの消えちゃうな、 A と B 同時に押すの癖なんですよね、よし、なけなしの金で買ったアイテムを使って回復し、ああ、まひるかと思った、危ねえ、これは落とすんじゃないかな、でレアコイルだもんね最後、あっとはいや落とさねんかい、はい、あーいい傷薬ね、どうしよっかねー、レアコイル地道に行くしかないかねー、よいしょ、あー残念、まひんなよ絶対、やめとけよ、はい、うん、セーブ、まあまあ一応電光石火ね、これでやる。で、レアコイルさん。これうざいね。コイルとレアコイル、ほんと、あれよな。銀銀からずっとうぜえよな、こいつら。ちょっと強すぎるよね。初代でも結構強かったけど、2世代目と3世代目からちょっと化け物、強い。あ、電撃波ね。見た目以上のパワーはない。14ダメ、オッケー。なかなかだよなぁ、ほんと。今一つ。でもゴリオスしか、超音波外れる、ナイス。OK、そんで痺れない。まあ、そりゃそうよね。256分の1引いちゃったんだから引けないよな、これ以上。めちゃくちゃ避ける。まひってんのに。回復されてもだるいから倒せよ、急所で。はい、おい、やりました。最後は気持ちよくやらせてくれんな、気持ちよくやらしてくれるか、手触れ的なことかな、いたことないですけどね、手触れってどうやって作るんですか、陽キャの特権ですか、まあ難しいよな、で電撃波ね、はい、必ず当たるって覚えないけど、はい、なんかあんま進んでないですけど、結構時間経ったんでね、この辺で終わりにしようかな、うん、まあ久しぶりのルビースタッファー、よかったらよろしくお願いします、はい、そんな感じでいつもご視聴ありがとうございます、コメント高評価も本当にありがとうございます、また次回もよかったらよろしくお願いします、バイバーイ。